ちょっと400メートルぐらいあるけど歩いてみましょうかね。丸子山古墳でございます。あれせっかく見えたかな、いや見えなかったかな。昨日の横通ったんやけどね、車止めるなんで朝から寄れなかったけど、丸子山古墳は高さがだいぶありますからね、ええ風やろうけどね。あれの石棺見せてくれたらよくないんやけど、どうやったか見れんかったかな。はい、まだ桜持ち越えていますよ。花びらがピラピラっとね、ちょっと風が吹くたびに、そこはうまくいかんか。三ヶ島と船山が綺麗に見えますけどね、宇田の方もちょっと変わるんだろうけどね。まあ、キノコ通ったかね、これ。この住宅街はかなりね、古墳があったみたいだけどね、小型の古墳はみんなやっぱり潰されたからね。そんなことらちらっと聞いたけど、ああ見えてきました、関数型になってるね。やっぱせっかく見れるかいいかな、見れるな。もうどうかね、草がボーボーなってるかね。これ去年来たな、これ記憶なんかあるぞ去年。まだなんとか歩けそうやね。全然開いてないね。石棺は全く見えないか。高さあるんやけどね、これね。ここにあるってことはやっぱり、この横もなかったらおかしいんやけどな。はい、丸子山君、ちょっと見上がってみましょうか。石棺どこ入ってみるのね、実は反対側か。反対側、石棺開いてるか。なさそうやな。開いてないね。開いてませんでしたか。これイノシシが掘りまかっとるから、これイノシシのせいでこれ。これビビるかなんかおんのかな。すごいね、イノシシの掘った跡が。上は掘ってないかよ。はい、墳丁でございます。眺めはいいんやけど、桜が邪魔になってるね。だから普通は開くんやったらな、こちらの方が開けんでね。石棺はね、南側に。あ、高いわ。15、6メーターあるかもしれんな、これ。松や桜や。大きくなってもうて。あら、昨日はあそこ来たんやな、あの腕にね。あの腕桜切りやったけど、ここから見えるか。この桜がきれいに咲いとるんやけどね。ちょっと見れませんでしたね、石棺はね。どうやったら石棺はこっちやな、こっちですね。開くんやったら可能性なんかあるかね、何にもないかね、分からんな。これここから
から出ました。ここ去年来たんかな、もう忘れたわ。はい、丸子山花粉でございました。ありがとうございました。